ごきげんよう、あすママです。今回は夫婦2人分の晩ご飯の献立レシピです。材料は概要欄にも書いてあります。チャンネル登録もお願いします。お味の決め手となるのは宜野味噌の伊予の味噌。麦麹本来の甘みと旨味を生かした塩分 8.5% の低塩甘口麦味噌です。国産の大麦大豆を 100% 使用しています。そして味の要となるもう一品、高橋商店の和風版の安丸だし。原材料の椎茸、昆布、イワシ、サバ、カツオは国産、愛媛県産のイワシ煮干し使用です。四国で一番売れているだしパックです。ネギだれ、蛇腹ナスから作ります。ネギはみじん切りにします。ナスは蛇腹っぽく切ります。ガイドとして割り箸を置いていますが、箸に当たるまで刃を落としてはいません。蛇腹きゅうりのように薄く深くするとちぎれやすいので、真ん中より下くらいかなの浅めです。1本ずつラップして600ワットで4分レンチンします。レンチンしている間に出汁を取ります。水 400ml に安丸出汁を入れて加熱します。沸騰したら火力を弱めて4分煮出します。出汁パックを絞って取り出します。100ml はネギを入れておいた耐熱容器に移してタレを作ります。生姜と酢と醤油とごま油を入れて混ぜます。レンチンしたナスを熱々のうちにタレに浸します。ナスが崩れやすいので気をつけつつ入れます。タレをすくってナスの上にかけます。すりごまをかけます。冷蔵庫で冷やしても美味しいんですけれども、今回はこのまま食卓で待機です。小松菜は硬い茎と柔らかい葉に分けておきます。出汁が温まったら小松菜の茎を入れます。わかめとお豆腐を入れます。伊予の味噌を溶いて小松菜の葉を入れて温めます。隣で生姜焼きを焼く間、保温モードにしておきます。出汁を取っている間にタレを作っておきました。伊予の味噌と生姜とみりんと酒と醤油と砂糖を入れて合わせておきます。しっかり混ぜます。サラダ油をひいたフライパンに豚ロース薄切りを広げて焼きます。ひっくり返して両面焼きます。豚肉にあらかた火が通ったら合わせておいたタレを回しかけます。焦がさないように気をつけつつ絡めます。キャベツをのせたお皿に盛り付けます。お味噌汁もお椀によそって、晩ご飯の完成です。今回使用した食べる味噌と安丸だしはインターネットにて注文できます。割引キャンペーン実施中です。初回購入アンケートで、あすママのコストコメモと答えるとお得に購入できますよ。宜野味噌と安丸だしを使ったレシピ動画は再生リストにまとめてあります。概要欄のリンクからご覧ください。今後も宜野味噌、安丸だしを使ったレシピを投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。